BR-V は PT、ホンダプロスペクトモーターが生産、販売する SUV。インドネシアのタンゲランで開催された、インドネシア国際モーターショー2015にて、発表された BR-V プロトタイプの市販モデル。インドネシアやタイ、インドなどのアジア市場で販売されている。車格は、ベゼル以上 CR-V 以下で、2プラス3プラス2の3列シート7人乗り。 ファミリーユーザーをメインターゲットとして開発された。外観の特徴は、無塗装樹脂製フェンダーや、ルーフレールなどの SUV 的な加速で、実際にも最低地上高は、FFCO で 201mm 確保されている。また、比較的悪路の多い新興国向けであることから、走破性も、都市型 SUV とは一線を画す。内装においてはフィットと同じ二列目チップアップ機構を、 搭載しているが、フィットが座面を背もたれ側に押し上げるタイプなのに対し、こちらは前へ転がすように畳むタイプである。3列目シートは50、50分割で畳むことができるが、ラゲージフロアとの間に段差ができる。ボールドランナバウトビヒクルの頭文字を取った略。ホンダ技研工業のインドネシアにおける四輪車、生産販売方便会社日本市場へは、未導入、ホンダベゼル収容所 ホンダ技研工業。2020年4月12日閲覧。ホンダ BRV は、初代 CRV の再来だ。日本未発売の体制7人乗り SUV に市場。ベストカーウェブ。2020年4月12日閲覧。2015年が駅のインドネシア国際オートショーで、新型クロスオーバーユーティリティビークル、BRV プロトタイプを、世界初公開。 ホンダニュースルーム。2020年4月12日閲覧。第13回レディオートエキスポ2016で BRV をインド初公開。ホンダニュースルーム。2020年4月12日閲覧。対新四輪車工場のオープニングセレモニーを実施高効率で環境に優しい新四輪車工場。ホンダニュースルーム。2020年4月12日閲覧。ホンダ。 フィリピンでの4輪完成車生産を終了28年の歴史に巻く。レスポンス2021年5月5日閲覧。インドネシア国際モーターショー2015に新型クロスオーバーユーティリティビークル BRV プロトタイプを出展。ホンダニュースルーム2020年4月12日閲覧。ありがとうございます。